皆さん、こんばんは。経営コンサルタントの長がです。今日は2023年8月2 1日、月曜日でしたね。皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか。今日はね、朝6時半からね、気象庁から熱中症注意のメールが流れて、スマホに流れてね、もう外出るなと。仕事がない人は外出るなってことだよね。 特に年寄りは外出させるなと死んじゃうからね。もう,うるさかったですね。もう30分おきにメールが届いてね、バン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 ね、東京とか、東京都とかね、死んじゃうよーって、外水ま,まけーとかね。いやー、家の中いましたよー。で、朝ね、あのー、まあ、僕なんか4時から起きてますからね。母ちゃんが、早く起きろと。 こっちは指、指加えて待ってんだっつってね。4時から、あ、む,むしゃ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 ご飯食べ始めますけどね。あのー、まああのー、NHK の朝の連続ドラマ小説、万太郎ね。よかった、よかったっていうかさ、まああのー、東京大学、東京帝国大学のね、あのー、教授がね、 東京大学を追い出されちゃってね、無職になっちゃってね。で、悪いことに娘、娘とね、子供二2人と海に泳ぎに行ってね、3人で死んじゃったんですよね、3人か1人か分かんないですけど、溺れて死んじゃったんですよね。わざと死んだかもしれないしね、ちょっとプライド高いからね。 大学追放されちゃってね、まあ派閥争いに負けたんですよね。うん、死ぬことはないよね。うん、その家族巻き込んで <laughs> 死ぬことはないよ。子供かわいそうだよね親。親がその派閥争いで負けてね、あの大学追放されて仕事なくなって親が貧乏になったからってさ、子供まで巻き込まないでほしいよね。 子供は貧乏でもさ、やっぱり自分が将来金持ちになってやるっていう気持ちもあるからね、大学出てね。だから、子供の人生まで誰無しにしないでくれってなるからさ、親一人で死ぬなら死んでくれってなるもんな。かわいそうにな。うん、まあ、波乱万丈もいいとこですね。 まあ、牧野万太郎の将来が知りたくてしょうがなくてね。まあ NHK とか他の番組見るとやってんですよね。で将来、その負債抱えて借金が4億円とかね、5億円とかあってね。で、三菱,三菱財閥の岩崎、やっ、八太郎の弟でね、よ与太郎ってのがいてさ、与太郎がその借金を全部返済してくれたりね。まあ、 同じ高知県出身だからね岩崎やったろっていうのはでほら同じ英雄高知県出身の同じ英雄のうでしょ龍之介が龍馬龍馬が行く龍馬に憧れたわけですねお互いにね 岩崎八太郎は龍馬にはかなわなかったわけですね,ね。龍馬は、だってすごいもんね。人,人間性が増えれる人だからね。まあ、まあ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 。まあただね、奥さんもね、万太郎の奥さんも将来貧乏でね。 54歳で病気で亡くなってね、かわいそうにね。貧乏ってねよくないよ。貧乏人の旦那のところに嫁いでさ、金もないしさ、稼ぎもないさ、植物の最初に一生明け暮れてね、自分はあ毎日楽しくていい,いいよね。奥さんはかわいそうだよ。人並みのさ、着物も着れないでね。 毎日質屋が良いのさ、せんべい布団のね、豆腐暮らしですよ。かわいそうにさ、お茶会とかお花とかね、いい一つも参加したことなくてさ、下町の長屋暮らしでね、かわいそうだよね。そんな結婚生活させるような男は、 男じゃないね。会社のないただのバカですよ。そんな男は結婚しちゃいけないんだよ。ね、結婚してさ、奥さんを幸せにできないようなさ、稼ぎゃないね。バカ男だよね。自分の好きなことばっかりやってね、酒飲んだりね、博打やったりね、住まいには離婚したりね。とんでもない男って今でもいっぱいいるからさ、 ね、そんな男がさ、なんで結婚したのってバカじゃないのあんたって。金返せよ、つってね。お前、腎臓の1個でも売ってきてさ、100万でも200万でも奥さんに返した方がいいよ。バカなんだから。男はバカなんだから。はい、ところでね、ドル円なんですけども、1時間足でね、まあ、昨日、昨日止ま,まってましたけど、この 200移動平均線ね。10ですよ、これね。で、こう、タッチしたとこね、タッチしたでしょ。急速に回復して、まあ、朝ね、下窓つけたけど上上がってきて、ヨーロッパ時間でグイーンって上がって、今、アメリカ時間でグイーンって上がって、今、こういますよね。すごい。まあ、昨日、ちょ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 この辺でしたよね。 金曜日の夜とか土曜日の朝ね。それがまあ、下行ったけど上行って、ヨーロッパ時間で一回下行ったけど、アメリカ時間でグイーンと上行ってここまで来てると。ね前回行ったからね、俺来ちゃった。来ちゃった。言ったでしょ上行くって。押したうち入んないって言ったでしょこれ。押したうち入んないって。これどんどん上行っちゃうからね。ね 落ちたうち入んないんだから、75移動平均線は当たってないんだから、4時間足で。ね、息吸って何にもしてないんだから、これ。息吸ったうちには入んないですよ、これ。出来 <laughs> したぐらいかな、何にもしてないんですよ、これ。いやし、あ、週足で見るとね。だから、あの、この世の終わりなんて言わないでくださいよ。 はい。で、あとビットコインなんですけどね。クレイトンってなんだろうね。ビットコインもね、今、あの力貯めてるよね、これね。これ以上落ちないで。 上がる準備してるでしょうほら、今、今上がる準備してるから。これもう、バキオに下がるから。え、今、あのー、みんなのこと待っててくれてるんだよ、これね。うん。待っててくれてる。ほら。よく見て。よく見て。ほら。ね ここだよねほらここここ接触するとビューンとい行くでしょうここもそうだよねこれもそうですよねこれもそうだよねちょっと下行ったらグーンと上行っちゃうんだよねこれもそうですよね今重要な局面ですねこれね重要な線ですねこれね ここもそうだよね。だから、ここ、ちょっと下行ったらグー、だから、まあ、あと今年4ヶ月しかないので、まあ、1000万はいくでしょ。1200万ぐらいだったかな、12月ね。また、ちしたいや、3倍ぐらいしかなんないですけども、そりゃ行くわな、3倍だったら別に。 そんだけって感じだもんね。そんだけですか中野さん申し訳ございません。申し訳ございません。って感じで。許してくれますか許してくれますかですよね。慶応すごかったね。今日第2試合、慶応は103年ぶりの決勝進出で、 慶応なんて聞いた時なかったもんね、甲子園ってね。早稲田実業とかね、早稲田、あ、早稲田高校とかね、聞いた時あるけど、早稲田実業とかさ。慶応高校ってあるんだね。慶応幼稚舎ってのは、慶応幼稚園ってのはあるよね。慶応小学校、慶応高校って一個しかないのかな。早稲田いっぱいあるよね、日本全国に。 早稲田、早稲田、早稲田。明治大学は3つかな。明治、明大明治と、明大明治と、明大中野と、明大中野八王子。3つか。全員いけるわけじゃないんだよね。バカはいけないんですよね。明治大学ね。早稲田もそうだと思います。慶応もそうでしょ。慶応は金持ってはいけんのか。 裕次郎みたいになあいや,いやあのー、僕土,土浦日大も近いんですよねうち,うちからね土浦が近いからね、まあ、茨城県ですけど日大は日本大学のことですよね土浦日大を頭、うん、すごいね頭よくなったしねまああとは松戸には 年差し72のねあ,あそこはあの専修大学付属松戸高校がありますからねセ末って言ってねあの僕の中学の頃ぐらいかな頭良くなってきてそれまでは大パカだったんですよ私立高校でねで僕僕らが受験高校 高校受験しようっていうときにね年、中学3年生のときにどうしようっつって、まあ、僕は公立しか行きなかったんだけどね、まあ、みんな、一応私立でっ,つって。あのー、まあ、みんなね、まあ、東京六学区だったから、まあ、両国高校とかね、隅田川高校とか受けて、公立はね、で私立はセンとか受けてましたけどね、まあバツはみんなう頭に人受かるんだよね、まあ、偏差値72ある。 70にあるるけど受かるんですよで両国高校は偏差値74ぐらいあるから落っこっちゃしてるんだよね。うん。偏差値って75までしかないからね。本当にすごいよね。まあ僕はその両国じゃないけどね、小岩高校っていうところね、行って眠、ね、かったけどね。今となってはバカですけどね。まあその頃はいい高校でね。 頭も良かったんですよね。うーん。あの、おにゃんこクラブ、おにゃんこクラブの白石真子っていう先輩が僕の一個上でしたねあ。あの、学校終わってからテレビ局の、テレビ局の車がね、毎日来てね、学校終わったら迎えに来てですね、すぐ、すぐテレビ局行っておにゃんこクラブ踊ってましたよ。<laughs> <laughs> せえら服をぬかさないで、トゥトゥルルトゥってね。あとね、あの、あの、奥さんいるでしょ。明石家さんまの奥さんいるじゃないですか。女の人。あの人、小屋高校出身なんですよね。うん。ああと 他にもいっぱいあるんだよ、ね、まあほんで明治大学っつったらまあいっぱいいますよ他にもね明治大学の明治大学は、まあ、あのビートたけしなんていうのは明治大学理工学部ですからね工学部ですからねあの人ね途中でやめちゃいましたけどねビートたけしとかさビートたけしの兄貴は明治大学の教授もやってましたもんねあとは <laughs>、えー いっぱいいるよね。慶応には負けるけどね。慶応は石原裕次郎とかだろほんで、一橋大学は裕次郎の兄貴が行ってましたよね。すごいよね、一橋行くなんてね。東大、京大、一橋って言うからね。一橋、まあ、一橋なんかほとんど入れないですよね。京大も入れないし、東大も。 東大はさらに入れないですね。僕も、友達周りに偏差値74とかいっぱいいましたけどね。もちろん海星高校、海星 <laughs> 高校行ってる友達もいっぱいいましたよ。なかなか晴れないですね。東大は。で、みんなさ、落っこっちゃって、佐藤で落っこっちゃって、早稲田とかね、千葉大学医学部とかね。 東大行けないね。なかなか入れないですよね、東大って。<laughs> 医者な医者になったりしてましたけど。一人だけいましたね、東大入ったやつね。思いっきり頭おかしいようなやつでしたね。な、ね、んてこりんな、あの、授業でも、<laughs> 学校の授業でも、塾の授業でも、いつもノートにウルトラマンの。 いたずらがけしてましたね。うん。学,学校の授業でも、<coughs> 塾の授業でも、もう勉強したからつまんねえみたいな顔してましたマジだね。ウルトラマンの絵ばっかり描きましたね。そいつは、でも僕の方が頭良かったんですよね。で、<coughs> で僕がね、 英語,の英語について少し教えてあげたら、びっくりしちゃってさ、な、なかにくなか何でそれ知ってるの何で知ってるの僕知らないな、それ。どうしたのどうしたのとか言ってびっくりしちゃってさ、抜かされたと思ってびっくりしちゃってさ、大泣きしてんのを見てさ、大したことねえなと思った。思ったけど、東大入ってましたね。まあ、ありましたね。僕なんか、高賀明治ですからね。<laughs> 何の話 第1試合見なかったですけど、この仙台育英と戦った上村学園というのは、これはあの茨あの鹿,児島県鹿児島県の高校でね、48年ぶり,り,年ぶりぐらいにベスト4。 言ったみたいですね。あのー、鹿児島県のユーチューバーの、えー、言うでしょう、サタライトワールドペンギンが、あいつが、あの、大騒ぎしてましたよ、今日。うんよく頑張った、よく頑よく頑張った、っつって。仙台行くへうーん、嫌、うん、だ、っつって。うん、点取らしてくれ、くれればよかったのに、って言ってましたけど、ね まあ僕も後でね、あのー、NHK プラスで、まあ、どんな試合だったか見ようかなと思いますけれども、うん、あのー、大騒ぎしてましたね。はい、あのー、なんだ負けたの、悔しい悔しいっつって。まあ、サテライトワールドペンギンはね、 あの自分の人生も負けた感じがしして、本当にもう何も残ってない、仕事もないし何もないって感じになってますね。で、明日はあ9時、えー、何時かな、朝9時か。まあ、朝9時にね、多分やると思います。 あ,あ、ヒカキンね、二十億円の、小建て住宅、住宅自分で作ってた、作りましたね。貯金残高ゼロでってどういうこだ、これ。二十億円の家建てたら、その後の固定資産税が毎年大変ですよ、これ。固定資産税、毎年百万ぐらいかかるんじゃないの、これ。どうすんの払えんのねえ、バカだよね。あの、 資産に、資産にするとね、固定資産とかにしちゃうと税金かかるからね。あと、車とかね。うん、税金かかるから、不動産にしちゃダメなんですよ。現金にしとかないとね、現金だと、現金だとね、資産税ってかかんないんでね。 来年からかかるって話ですけどね。だから、投資信託とかにしておかないとダメですね。投資信託も税金かかりますけどね。その分金利が乗ってきますから、税金を、お、お、お、金払えるんですよね。投資信託。まあ、下がっちゃうのは、まあ、あるからね。怖いけどね。あとはあ、国債買うしかないね。国債買うしかないですよね。まあ、行きたい話ですわ。 何の話 <laughs> はい。ということでですね、まあ、ドル円はまはちょっと下がってきたのかな、これ。うん、ちょっとまあ、これ、上がるでしょう、これね。75以上平均線にぶつかって、ビヨーンとこって上がっちゃうからね。はい。 まあ、あと、まあ、仮想通貨はですね、これ、今週中に上がっちゃうから、あのい今、今この瞬間では買わないと、本当に。俺ね、買うとしたらね、安いやつですね。 柴犬とかね。まあ、500倍、500倍、1000倍ぐらい狙って帰った方がいいと思います。はい。んで、あんまりお金入れちゃダメですよ。そんな、100万も200万も入れちゃダメですよ。5万か10万ぐらいですね。もう、0円になってなくなってもいいよっていう金額。うん、あ、なくなっちゃったらいいやっていう金額。明日がね、ああそれを入れてください。 うん、なくなっちゃっていいよ、つってね。先生、なくなっちゃいました。うふんっていうのでね、いいと思いますよ。うん、ペペとかね。も、まあ後でさ、どうしてくれるんだ金返してくれなんてね。そんな金額でじゃダメだよ。いくら入れたのつって、1万円、つって。バカじゃねえの、お前、つって。ね、ゲームセンター行っても1万円かかるわ、つって。それをね、UFO キャッチャーでい取れなかったから、 いやね、ぬいぐるみ返してくれなんて、バカじゃないのお前って感じですけどね。それね、礼儀知らずですよね。うーん。アップ NFT とかね。うこういうの買えばいいんですよね。 放浪ーーとかね。ジャスミーとか、ジャスミーとかね。シーコインとかね。いやー、でも、もう2ヶ月経ちますかね。結婚指輪を。 あのー、消防署でね、結婚指輪を切ってもらいました <laughs> あの可能しちゃってね、指がね、もう大変なことになっちゃって、指が可能しちゃって、海がすごい出てきちゃってね、急遽あの結婚指輪ティファニー、ティファニーの結婚指輪ね、これね、あのー、ダイヤモンドついてますけど、ギリ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 ,ギリ切ってもらってね。 <laughs> やりましたけれども、ああ、これ上がってきちゃったよど。あのビットコイン上がってきちゃった。ああ、開いたな。これは買うよ。うん。<laughs> ビットコイン足が早いからね。明日の朝になると大変ないことになってるよ。このぐらいまで行っていくから。 全然戻ししちゃってさあ、そっからが早いんだよ、ビヨンって,って。1200万ね。これ咲いてないんですよ、12月3一日ね。いや、ほんとだよ、これ。ほんとう。うん。 でもね、今見たらね指見たらまだまだあれですね <laughs> あとくっきり残ってますねまだ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 あと2年ぐらい2年ぐらい残ってそうですねこれねくっきりねあざが残ってますね <laughs> <laughs> まあ来年はねもうお金バンバンに稼いでですね、まあ、50億50から500億円ぐらいにしたらですね まあ家族一人100億ずつね、奥さんに100億円、娘に100億円渡して、まあ奥さんはね、もう仕事辞めて、二人でさ、<laughs> 旅行ざんまいしようよと、一生ね、国内と海外でずっと回ろうよと、ゆっくりね、僕はもう荷物は持ちません。はい、あの着るものはその日に着て、その日にしてるって。 洗濯もしないで捨てる。安物、安物の概要しようと思ってます。お土産はもうその場でパッパパッパ送っちゃう感じかな。何にもしません、ね。もう手ぶらでパスポートとクレジットカードだけ持って、ね、っぱあと運転免許証と健康保険証だけで。ああいはパッパパパやります。うん、車もレンタカー借りるしね。 あの所有欲、所有したくないんでね、めんどくさいんですよね、車はもう。うどこどこ置いときゃいいのとかさ、税金とかかかるしね。嫌なんですよ、そのめんどくさいからね。うんだってその場でパッてさ、返しちゃってね。て飛行機に乗ってさ、思いついたらうニューヨーク行ったりさあ、ロサンゼルス行ったりしたいじゃないですか。まあ、アメリカで今治安は悪いからね。モナコとかさ、ヨーロッパ行きたいじゃないですか。 エーゲ海とかさオリーブの首飾りとかね行きたいですよねうんかみさんわかんないですね100億だとしたらルイ・ヴィトンルイ・ヴィトン買ったりねあのー、シャネル買ったりするかもしれないけどねエルメス買ったりねもうでも最近もうそういう時代じゃないもんね NMS のバーキンとか、こんなの持ってどうすんのって感じだもんね。今はもうコンビニ袋で十分だもんね。着るものはさ、ユニクロで十分だもんね。うん。はい。それではね、まあこんな感じで、まあビットコインは、あのー、上がってきちゃって うん、買ってきちゃってるからまあ明日中に買わないとちょっと借りづらくなっちゃうかな、うん、値段戻ってきちゃってるからねこれね明日しうん明日中に買わないとこうなってるからねでこうなってこうなってこうなっちゃうからね、うん、せっかくの作業を無駄にしないようにしないときだね うん、そして、ドル円はですね。もうせっかくの下げ上がっちゃったから。もう少しで、ね、まあ、前回とかね、上げちゃうからさ。ああ、ね、ほら。これ、一発でしたね。ね、これ75移動平均線で反発して、前回とかに行ってでしょう。ダメですね、これね。 あ、もう少しいですね,らね。はい。それでは、まあ、こんな感じで、まあ、あの、僕のことを信じた人だけが、儲かるってことですね。まあ、もし嬉しければ、もっと詳しいことを聞きたければ、長野研究会に入っていただければと思います。ま、あ、どうせ儲かるからね。それでは、千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。ありがとうございました。 失礼します